日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ。東京都の下町荒川区にあるのは、大人も子供もみんな荒川遊園。小さいながら地元で100年愛されている遊園地、今年大規模リニューアルを終えましたが、そこで意外なものが大人気になっていたのです。突如として姿を現した正義の味方、黄金バット。うはははははは、弱い者いじめはやめよう。この黄金バットが相手になるぞ。行くぞ。なんと昔懐かしの紙芝居。演目は黄金バット。この骸骨、見た目は悪そうですが、実は心優しいヒーロー。昭和5年に誕生し、戦後にはアニメ化された人気作品なんです。演じているのは紙芝居師の森下雅樹さん、66歳。黄金バットの黄金丸の名刀はゾウルスの目を、えいひらり取りた黄金バット。体はでかいけれども口ほどもない怪獣ゾウルス、これに懲りて二度と再び姿を現すことはないであろう。ちょっと聞いていいですか。今紙芝居は何が一番面白かったですか。どこが。はい、怖い骸骨が怖いかと思ってたら意外と楽しかった。俳句に合わせて声を出してるから魅力があった。それにしてもどうしてこんなに昔の作品を演じているのでしょうか。時代が変わってるわけですから、はい、ここは黄金バットじゃなくてもいいわけです。変な言い方ですか。はいはいはい、うちの父親がですね、使っていて、それでやっぱし父親の一番のお箱だった、はい、それがやはり森下家の家宝というか財産になってるんですね。森下さんは紙芝居師一家の三代目。黄金バットは父親から受け継いだ演目だったんです。しかし6年前、ある苦難に襲われました。60歳の時に咽頭がん、声帯のがんですよね、ステージ4でした。紙芝居師の命、声帯にできたがん。それでも紙芝居を続けている理由は、6年前喉のがんを発症した森下雅樹さん。ステージ4という深刻な状況で3度も大きな手術を繰り返してきました。それでも紙芝居を続ける理由は、父親がまあ街頭紙芝居公演とか路地裏でやってたんですけど、はい、66歳の時に喉のところにがんができちゃったんですね。で声はもう出なくなったんです。で紙芝居はできなくなったんです。はい、声が出ないんですけど、カセットテープで口パクでできるんじゃないかってんで、手術してから20年間、声出さずに20年間そこは紙芝居したんですか。紙芝居、カセットテープでやってましたね。口パクで最後の最後までやってましたから、もう自分もできるとこまではやりたいなと。声を失いながらも紙芝居を諦めなかった父、正雄さん。カセットテープを使い、亡くなるまで生涯現役を続けました。その姿を見て森下さんは紙芝居師を継ぐと約束。
今なお原動力としているのでした。父正夫さんが紙芝居で使っていたカセットテープを聞かせてもらいました。父親の声です。突如として姿現した正義の味方オンオンバット、ハハ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 ハ、高らかな笑いとともに、弱い者いじめはやめよ、オンオンバットは愛せる。すごいですねこれ、聞き入っちゃうね。令和の子供たちに昭和のスーパーヒーローをやっぱ伝えていきたいっていうのがうちの父親も言ってましたんで、それをまあ私が受け継いでそれをやっているっていう感じですね。息子さんどういうふうに見てると思います？そうですね、まあ、このハッピーもそうなんですけど、これもこれは父親が使ってたハッピーなんですよ。ほうほうほう。ですから父親と生きてる時には一緒にできなかったんだけど、はい、まあ、このハッピーで一緒にやってるから、ね、多分父親も喜んでんじゃないですかね。